皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日は内緒のお話をしていきますね。音楽家のドレスの中の話です。男性の方は期待しすぎず聞いてください。女性の方耳が痛い話がちょっと飛び交うかもしれませんが、お許しください。私がね、学生の頃が一番最初のショッキングな出会いでしたね。オケに乗ってたんですけども、オケで伴奏することをオケ番って言いますね。で、まあ、オケ番やってた時なんですけど、歌のオケ番、ソプラノの人がソリストをやってて、それにこう、まあ、バックでね、オーケストラがこう演奏をつけるっていうことをするわけなんですけども、その時に歌のお姉さんがとっても綺麗なドレスを着てらっしゃったんです。真っ赤な綺麗なドレスを。で、ああ素敵だなと思って見てて、で、まあ、いわゆるあの舞台袖です。これから舞台に出るよっていう袖のところで、こうゴーが出るまで、舞台さんからゴーが出るまでこう待機してるんですけど、そこでソリストさんとお話をしてたんですよね。あ、綺麗ですねっていう話をしてたら、歌のお姉さんがですね、うん、でもね、足元はこれやねん、バーンって開けて見たら、とても綺麗な赤いドレスなのに、なんかウエスタンブーツだったんですよ、茶色の。で、ってなって、で言ったら、そうやねん、今日靴忘れちゃって、ほうと思って。じゃあ、私が今まで学生の頃からずっと見てきた、綺麗なお姉さんたちのドレスの下は、こうなってることもあるんだ、と思って、かなりびっくりいたしました。で、まあ、それは特別な例なのかと思っておりましたが、はい、靴に関しては、まあ、どうしても普段ね、履きやすいものがあったりとかして、で、まあ、大体皆さんね、本番の時は高いヒールで、綺麗な舞台用の靴を履いて、見えなくても、スパンコールがついてるキラキラした靴をね、履かれることも多いんですけども、まあ、仕事でこう演奏されてる時とかに、たまに遠方だと靴が、はい、荷物になるので、履いてきた靴が例えばドレスと色が合わなくても、どうせドレスで見えないからって言って、はい、違う色を履いて、ま、裾をあまり上げずに歩いていくっていうこともよくあります。この辺は実は可愛いとこですね。で、その先行きましょうか。ステージ2ぐらいですかね。はい、学校公演とかになってきますと、まあ、体育館とかなので、いわゆるこう、まあ、舞台なんだけども、下からこう上を見上げる形になるわけなんですね。なので靴とかは意外と皆さん気をつけて、はい、履いてらっしゃいます。でも体育館ね、最近マシなとこも多いんですけどね、演奏会することが大体秋ぐらいが多いんですよね。音楽鑑賞会が秋か、うん、まあ、季節にもよりますけども、どうしてもこの文化祭を避けてとか運動会を避けてってなっていくと、割と後ろによるんですよ。で、11月12月になってくるともう結構寒いので、そうなってくるとみんなどうしてるかというと、ドレスの下にズボン履いてます。もしくはスカートでもいいんですけどね。ドレスが広がるドレスなので、中に着込んでも実はわからないわけなんですよ。で、ズボンの端が見えるとかっこ悪いじゃないですか。なので、ヒール、足までは見えても大丈夫なように、ちょっとね、ドレスをね、歩きやすいようにこうめくった時に、まあ、美しいようにして、で、膝ぐらいまでズボンを三つ折り四つ折りってしとくんですよね。で、折ってると、まあ、ずれ落ちてくることがないので、まあ、実際に皆様が見てらっしゃる学校公演のドレスを着てらっしゃる方は、寒い時期だとひょっとしたら中にズボンを履いていることがあるかもしれません。で、ステージ3になりますと、はい、本当にね、芯から冷えるんですよね。で、体育館も、なんていうんですかね、コンクリ張りじゃないんですけども、結構底冷えがする床の時があって、で、そういう時は、まあ、ヒールの中に、靴の中に入れるホカロンを入れて、で、ズボンのところに、貼るカイロを貼って、腰とか、はい、で背中とかに貼って、で舞台に出てらっしゃる方もいるわけなんですね。で、そうしないと、まあ、例えばピアノの方とか指が回らなかったりとか、
するわけなんですね。本当に芯から冷えるので吐く息が白いっていうような体育館の時もあったのでね。で、まあ、私共演者がみんなそうしてることが多いんですけど、実は私自身は自分がふっくらしているからっていうのもあるんですけども、寒くないことが多くって、寒いのは寒いんですよ。でもこんな湯あらんカチカチするから無理やっていうようなことがないので、結局ズボンは履かないことが多くて、ホカロンも貼ることがあんまりないかなと思ったりします。なんかその代わり、実はこっそりやることとしては、そうですね、たまにあれやりますね。ドレスの下にね、私は汗をかくタイプなのですね。なので夏の暑い本番に皆様汗止めたいってあるの知ってます？舞妓さんからヒントを得たらしくて、着物のこの帯っていうのが、なんかね、通房の辺を刺激するのかな、この脇の下ので、ぐっと締めることによって顔から汗をかかなくなるんですって。で、私は若い頃、細い時から顔に汗をかく人だったんですよね。なので、まあ、汗止め体をドレスの下にやったりとかします。あと最近みんなやってることはこんなバラしすぎかな、でも面白いでしょ、裏話。ドレス着て出てきますよね。でも出る直前までマスク必須なんですよね。で、マスクケースを持ってきてちゃんと置く方もいらっしゃるんですけども、あ、持ってきたのに置いてきちゃったなんていう人はどうしてるかというと、胸元にマスクを入れて出ていきます落ちないようにしなきゃいけないんですけどね。はい、みたいな感じで、まあドレスの下には実はいろんなものが隠れているかもしれません。まあ、そうですね、私がまだ細くって若くって可愛かった頃は、胸がぺちゃんこだったんですよね。なので、通常のドレスは、いわゆる 胸元がスカスカしちゃうので、私はまだ、ちょっとねパッと入れる程度で済んだんですけど、いわゆる胸板っていう方は、タオルを仕込んでましたね。なので、まあそのあたりは他のね舞台さんとかも同じようなことをされるので、まあ似たような感じかなと思うんですけど、まあ音楽家ってね、ドレスが比較的下半身はすごく広がっていることが多いので、たくさんのものを隠せます。あ、そうそう、海外公演に行った時なんかは、まあ、いわゆる貴重品は、はい、腰回りに全部つけて、はい、で、その貴重品を入れるためだけにズボンを履いて出るということもありましたね。貴重品をズボンのポケットに入れて、でズボンは折り曲げて舞台に出ていく。で、そうでないと海外での演奏の時は横に置いててもね、すごくね上手なねスリの人がいるんですよ。なので、まあ場合によっては、例えばオケで行った時なんかは打楽器の人とかにね、貴重品バッグを預けて打楽器のグッズのようにして舞台にこそっと置いといてもらったりとか、ひな壇組んでる、オケだとひな壇組んでるんですけど、そのひな壇の中に掘り込んでもらったりしてました。それぐらいしないとね、海外ではね危なかったりするのでね。まあ日本でも危ないとき危ないんですけどね。あ、そう、この間京都コンサートホールで演奏させていただいた時も、本番中危ないので、まあ、気をつけてくださいという張り紙がしてありましたね。まあコロナ禍でね、大変な中でもやっぱり、まあ、悪いことを考える方がいらっしゃって、そうですね、苦しいからそうなってるのかもしれないんですけども、まあ、被害に遭わないためには日本であっても海外であっても、まあ、気を緩めずに自分の身は自分で守らなきゃいけないんだなと思いながら張り紙を見ておりました。そんなわけでですね、ドレスの下にはいろんなものが隠せるので、皆様もドレスを着ることがあったらぜひチャレンジしてみてくださいね。それでは今日は内緒の話でした。またね。